だいていきますね。あれ、母ちゃんはその日、新宿のクリニックの一室で、ある男性の二重手術が行われていた。職場でね、寝てますかね、言われちゃって、気づいて。その女子も多分悪気はないんでしょうね。やっぱり結局、自分がコンプレックスだから、そういうの気づいちゃうんだよね。湘南美容クリニック、新宿本院副院長、キム・アミ。キムは、お客様を主人公と呼ぶ。コンプレックスを抱えて人生を脇役のように生きるのではなく、主人公として堂々と生きてほしい。そんな思いで相手と向き合うキムのもとには、全国から予約が殺到する。先生にどうしてもやってほしいから、朝6時に行くのも行きますとか、9時まで待ったとしても先生にやってほしいですっていうお客さんがいるんですけど。3つの手術室を掛け持ちするキムが、どんなに忙しくても大切にしている時間がある。どうですか、大丈夫そうですか？半端ないね。半端なくて別人でしょ。別人になります。やばいね。でめちゃくちゃいい感じじゃない？いい感じですね。先ほどのカウンセリングで言ったように体を見ていただいて、今より腫れが引くとより自然な二重になって、もう今も自然だけど、いいじゃない、別に。言ってやれも。やってきましたよ、何々さんのためにって。あ、いい感じでかっこいいね。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。すごくいい感じなので。はい、お疲れ様です。お願いします。めちゃくちゃいい感じ。幸せになる二重術をモットーに、今まで1万名以上の人生に関わり、明るい未来へ送り出してきたキム先生って言ったら、もう本当に愛、なんか本当に人の幸せが自分の幸せっていう人なんだなって思ってます。本当にあなたのために何が一番いいのかっていう答えを一緒に導き出しながらもコミュニケーションができる方なので、周囲の絶大な信頼を得て SBC の中でもトップクラスの医師として走り続ける。しかしわずか数年前はクリニックの赤字に悩み、言い訳ばかりの人生だった。もっとやってくれたらいいの。そういう多責な気持ちでなるから仲も悪いし業績も上がらないし。キムの人生を変えた出会いとは。 SBC メディカルグループプレゼンツ、 The Origin、 情熱の源流。韓国のチェジュ島で生まれたキムは、女手一つで育ててくれた母の影響で女性を助けたいという気持ちが強かった。その気持ちを叶えるために選んだのが産婦人科の医師。韓国の病院で忙しく働いていたものの、女性を看取ることに耐えきれず、自分の腕や努力だけではどうにもできない悔しさを抱えて退職を決意する。その後、高校生まで住んでいた日本に戻り、医師免許を取得し SBC メディカルグループに入職した。例えば美容医療とか二重とかね、鼻とかだと確実に結果が出せるっていうか、私の腕が良ければ 100% 幸せもできますよね。そこがまあ美容医療はすげえなって思うところで。入職から約1年後、福島でオープンするクリニックの院長を打診される。都心から離れることに母親は猛反対していたが、キム自身は福島に運命を感じていた。夜行バスを乗ってボランティアに行ったんですよ、2泊3日の。でももう冬過ぎて凍ってしまって、ボランティアで行ったのに実際役立ってる場所がなくって、でそれでそのまま戻ってきた記憶があるんですね。すごい悔しかった記憶が。あの頃できなかった貢献ができるチャンスに違いない。美容医療で福島を少しでも明るくしたい。そう意気込むキムを待ち受けていたのは予想外の出来事だった。今でこそ全国に100院以上展開する SBC だが、当時は地方での実績や知名度は乏しかった。本当祭りにね、自分たちでこう作ったティッシュ配りに行ったりとか、
まあ、その時もやっぱりね、うちのスタッフたちは院長が配るのは嫌だっつって、スタッフたちが配ってた、私はそれはなんか見てたっていうか。人口の少ない福島県で当時最も小規模のクリニックが成功するなんて無理かもしれない。結果が出ない焦りから次第にクリニックの雰囲気にも支障が出てくるようになった。他責になるよね、もっとやってくれたらいいんだよ、自分やらないくせに。だからそういう他責な気持ちでなるから仲も悪いし業績も上がらないし。赤字が続いていたある日、キムは面談のために呼び出された。面談相手は SBC メディカルグループ代表の相川義行。赤字を責められると恐る恐る院長室に向かったキムに、相川は予想外の言葉をかけた。キムが今頑張れない、全力のこう何ていうのアクセル踏めないのは、その家族があまりこうな今の仕事に対してのこう応援体制じゃなかったり、キムの中で何か不安があるのかって言われたんですね。赤字を責められた時の言い訳ばかりを考えていた自分に、相川は不安があるなら院長職を降りて戻ってきてもいいと優しく言った。そしてもし残るなら本質を思い出してほしいと続けた。副院長になったばっかりの先生って気負ってるんですよね。だからやっぱり頑張んなきゃ頑張んなきゃと思ってるから、本当に本質的な大事なことを忘れがちになる時あるので、だからまあ焦るなと、とにかく来た患者さんをしっかりと満足させることに集中してください。そうすれば社員にとってもお客様にとっても世の中にとっても良いという究極の三方よしとなり、世界一のメディカルグループにまた一歩近づく。常に高みを目指す相川の言葉を聞いて、環境や他人のせいにして問題から逃げていた自分が恥ずかしくなった。でもその時どうしてもこのまんま代表にこういう私で記憶されたくないと思ったんです。これは嫌だって思ったんですね。尊敬する相川の期待に応えられる自分になりたい。キムは覚悟を決めた。環境や他人のせいにせず、すぐに結果が出なくても挑み続けると決め、今までの何倍ものエネルギーをかけてクリニックの発信に取り組んでいった。背中を押してくれたのはお客様たちの存在だった。震災でうつ病になった女性が二重になった新しい自分なら変われるかもしれないと笑顔で話してくれた時、進む道は間違っていないと確信できた。自分がやるべきことは幸せになるきっかけを全力で提供すること。 SNS で率直な思いを発信し続けると次第に風向きが変わっていった。どこから新幹線とかが刻まれるようになって、これは何が起きてるんだ、最初はもう何が起きてるのか分かんなくて、何が起きてんだ今この予約表とか思ったら、その皆さんがやっぱり全国から福島に二重を受けに来てくれたんですよね。福島院を軌道に乗せた功績が認められ、その後キムは新宿本院の副院長に抜擢された。どんな人でも映画の主人公のように困難を乗り越え、ハッピーエンドをつかみ取れる。自らの経験から確信した思いを美容外科を通じて多くの人に伝え続けている。一部分だけど、本当はねもう線できてないやつらもあるけど、主人公ストーリーみたいな。でもみんなすごいよ、みんな本当に一人一人読むとみんな主人公っていうかね、人生の。現在のキムは皇族の育成や SBC の理念を社内に浸透させる役割も任せられている。この湘南に入ってやってきたことたちから私が今思ってるのは、人って大抵のこと本気でやると叶ってしまうのが人生だっていうふうに信じるようにはなったんですよ。でも大体に本気でやってることって人間ないんですよ。私も今そうですし、今はだからキム先生はすごい、キム先生だからできたでしょ、後出しじゃんけんをみんな知ってくんだよね。でもそこでやっぱ一番伝えたいのは、原理原則に普通に誠実に頑張ったら、別に特に特殊な何か外見だったり条件を持ってない人でも
誰しもが成功できるよ、なぜなら私ができたんだっていうのを今はみんなに伝えたいし、自らの可能性と自分を信頼してくれる人たちを信じて努力し続ければ必ず道は開ける。支えてくれる人たちへの感謝を胸に、キムはその原則を身をもって証明し続けている。